はい、これは紫ウニです。紫ウニはこうやって手で触ることができます。で、まあ、ガンガゼに比べるとトゲが太いですね。非常に硬いです。で、同じように口がこの後ろについています。まあ、これは黒ウニって呼んだりとか片ウニとかって呼んだりします。で、これは岩の隙間とかに入って繁殖するので、こういうのがあると流れ事がアワビが育たなくなりますので、非常に海に悪い、ものになります。